自分がやっていること、例えば親の介護とか空き缶を拾っているとかに対して、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句のいずれかを口に出した途端、あなたの宇宙預金は瞬時にゼロになってしまいます。こんなにやってるのに、こんなに大変なのにと言い続けている限り、宇宙預金はたまりません。でも例えば親の介護をさせてもらっていると考え方を切り替えてやり始めたらどうなるでしょう。もしいろいろなものに恵まれていたら、絶対に起きなかったであろう素晴らしい出来事が高い利息となってあなたの身に起こります。宇宙の構造はとても単純です。悩み、苦しみ、苦悩、煩悩などは宇宙現象としてはどこにもありません。それを知って物の見方を訓練すれば、あとは楽しいだけです。要はあなたが現象をどう捉えるかだけなのです。